座禅僧は、里芋か座禅僧族の多年僧。周囲の氷雪を溶かして開花する。画像は、竹森の座禅僧群仏像の後輩に似た形の花びらの重なりが僧侶が座禅を組む姿に見えることが、名称の由来とされる。また、花を、ダルマ大師の座禅する姿に見立てて、ダルマ僧とも呼ぶ。霊体、及び、温帯さんが口の湿地に生育し、 開花時期は1月下旬から3月中旬。開花する際に肉母過剰で発熱が起こり約摂氏25度まで上昇する。そのため周囲の氷雪を溶かし、いち早く顔を出すことで、この時期には数の少ない昆虫を独占し、10分の確率を上げている。開花後に大型の葉を成長させる。座禅層の発熱細胞には、豊富にミトコンドリアが含まれていることが、 明らかになっている。しかしながら、発熱の詳細な分子メカニズムは現在のところわかっていない。動物における発熱には脱協薬タンパク質が関わっていることが突き止められているが、このタンパク質は発熱しない植物にも幅広く存在しており、座禅層の発熱に関与しているかは不明である。発熱時の悪臭と熱によって、 花粉を媒介する昆虫であるハエ類をおびき寄せると考えられている。前奏に悪臭があることから英語ではスカンクキャベツの呼び名がある。一つの肉母花女には約100個の小花がある。個々の小花は姿勢戦熟の開花システムを持ち、姿勢期と短い両性期を経て有勢期の順で性表現を変える。花女での発熱は 非正期と良生期で顕著であり、有生期に至ると急速に発熱は低下する。この植物は自家不和合であり、昆虫などによる倉庫名を必要とする。しかしながら、気温の低い時期に開花するため、放火昆虫の活動は低調であり、そのため種子の結実率は低い。多くの種子は野ネズミによって食害されるが、一部は野ネズミの著食行為によって運ばれる。 種子はそれによって散布され、飛食を逃れて発芽することができる。北アメリカ東部及び北東アジア。滋賀県高島市が日本の南限である。田中澄江が花の百名山で稲山地の森屋さんを代表する花の一つとして紹介し、新花の百名山で北新五竹を代表する花の一つとして紹介した。森屋さんの北側の長野県諏訪市の ありがとう下付近には、座禅僧の里公園がある。兵庫県三方郡上町では開花時期に合わせて、座禅僧祭りが開催されている。19世紀米国の薬局方では、ドラコンティウムの名で呼吸器系疾患、神経症、リュウマチ、フッシュの治療に用いられた。北アメリカとヨーロッパでは、しばしば観賞用植物として、ウォーターガーデンに植えられている。 北米先住民は座禅層をよく薬草、調味料、魔術的なお守りとして用いた。上述の通り座禅層は開花時期に発熱を行う。この発熱の研究を通して座禅層の発熱を制御するアルゴリズムが広く使われているピド制御と比較して優れている点が見出され実用化された。バイオミメティクスの例として紹介されることもある。日本の以下の都道府県で 以下のレッドリストの指定を受けている。2007年8月現在、環境省のレッドリストの指定はない。上、新越高原国立公園、八ヶ岳中心高原国定公園などで自然公園指定植物となっている。アメリカ合衆国テネシー州では絶滅危惧種に指定されている。座禅相続には以下の種がある。日本で見られるものは座禅僧。 ヒメザゼンソウとナベクラザゼンソウの3種である。ヒメザゼンソウは花の大きさが数センチメートルでザゼンソウよりもかなり小さく夏頃に開花する。ナベクラザゼンソウは長野県飯山市のナベクラ山で発見され、2001年に新種としてと登録された種で、2011年6月にザゼンソウと同じ発熱植物であることが確認された。その他種として、 座禅僧の不入りである、不入り座禅僧と座禅僧のツトが緑色や黄緑がか,かった白色をしている、青座禅僧、姫座禅僧にブチが入った、不入り姫座禅僧と姫座禅僧のツトが緑色をした、緑姫座禅僧がある。ありがとうございます。